はいどうも百鬼にです。今回はダイソーの方へ行ってきました。今日気になった商品こちらになります。敵のボスを囲んで追い込め東京の鳩餌場バトルっていう、またね100円の、ゲームのカードゲームボードゲームっていうんですかね。はい、あのダイソーさんのボードゲームコーナーというかカードゲーム売ってたので気になって買ってきました。まあ、カードゲームというかボードゲームなのかな。これも二人用ですね。で、まあ、大体時間5分から10分で難易度3と、どういうゲームなのかは相変わらずよくわからないんで、実際にねちょっと説明書を見ながら、ゲームの紹介をしていきたいと思います。借金箱の中開けますと、説明書とこういうタイルが入ってまして、鳩タイル12個というのが、まあ、このタイルですね。はい、これが内容物になります。はい、で、まあ、説明書をパッと見て、はい、まあ、ゲームの概要が書かれてまして、東京の街は様々な人間関係が渦巻いている。それは鳩の世界でも同じこと。餌場バトル、それすなわち明日の餌に関わる重大事。特に今はビッグバーガーが食べられるエリアで大揉め状態だ。ここはボスに直接話し合ってきてもらうしかあるまい。え？決裂した？いや、野郎どもやっちまえ。東京の鳩餌場バトルは番がありません。変則的に変わる 4×4 の場でカードを動かしながらボス鳩を囲い込む、エキサイティングでスリリングな二人用対戦カードゲームです。ということらしいです。ゲームの終了条件。自分のボス鳩の周りに空きマスがなくなった瞬間、そのプレイヤーの敗北になります。こちらに各種6枚ずつのね、緑組の鳩と赤組の鳩にまずカードを分けるみたいですね。どんな感じにやっていくのか、またサンプルでやってみたいと思います。まあ一人でやるんで、こんな感じですよだけですね。真剣勝負はまたどこかで家族とかでやってみたいと思います。じゃあまず順番。どちらかの色の組の鳩をすべて受け取ります。それらは相手に見えないように手札として手に持ちます。ゲームに慣れないうちは相手からも見えるように自分の前に表向きに並べておいてもいいですっていうことなんで、まあ、今回は一人でね二人分やるんでこのタイプでやっていきます。お互いのボス鳩を下の図のように相手の方に頭を向けて配置します。今からここは戦場となり場と呼びます。ゲーム開始時は 1×2 の場になります。最近ハンバーガーを食べたか方、もしくは食べたいという願望が現時点で高い方が先に手番を始めます。まあどっちからでもいいってことですね、結局。ということなんで、まずはこのタイル分けていきたいと思います。はい。こんな感じで、赤と緑分かれましたね。はい。で、ボスっていうのがどれなのかな？雰囲気、この葉巻を加えてるのがボス鳩っぽいですんで、まずこれを、こういう形ですね。で、あとのカードは表向きにして、こんな感じで並べました。このゲームは終了条件が満たされるまで手番を交互に行います。自分の手番には次の3つのどれか1つを選んで実行します。パスという甘い選択肢はありません。即負けですということです。できること。1つ目、鳩を出す。手札から自分の好きな鳩を1つ選んで場に出すことができます。場に出ている自分の鳩の、自分の他の鳩一つと辺同士か角同士が接している場所に出すことができます。相手の方に頭を向けて配置してください。相手のボス鳩の辺に接するように出すことはできません。場が 4×4 より広くなるように出すことはできませんということですね。はい。で、これが鳩を出す場合、ここにあるんですけど、赤が鳩を出せる場所っていうのが、自分の鳩と辺で接する場所なので、この A の部分ですね。辺ね。赤いけますね。で、B、自分の鳩と角で接する場所なので、OK ということで、角
こことこことここですね。で、相手のボス鳩と変で接するため NG ということなんで、ここの部分は NG で、全く自分の鳩と一切接していないっていう点で、ここも×置けないということ。まあ、とりあえずは、まあ、1個目置いてみましょうか。はい。で、向けを、そうですね。ここに1置きます。ここも、まあまあ、こう置いてしまいましょうか。とりあえずね。はい。で、まあ、お互いに1個ずつ置きました。次、鳩を移動する場合、場にある自分の好きな鳩を1つ選び、場の中で移動することができます。鳩によって別々の決まったこう動き方があります。他の鳩を飛び越えることはできません。ああ、なるほどね。ここにね、よく見ると矢印がついてるんですね。それぞれ向きが、こいつだったらあの角のとこに矢印がある。うん。ということで、このターンで移動をするには、こいつを移動させようと思うと、こうかこうかこうしか無理なんですね。でも今こいつを動かすのは、まあお互いなんですけど、どっちにもいけない。で、これは移動をすることは今できません。ということで、まあ、なんか別のものを一つ置きますか。こうしましょう。で、こいつも、まあ、ちょっと違う変則的に置きましょうかね。次、緑のターンなんですけど、まあ、こうやって出すか、で、あとは、いらないの戻すっていう手もあります。まあ、例えばこいつもいらない、ちょっと一旦移動も何もできないってなった時にこいつを戻すって。これで一つのターンが終わりです。はい。ということができますね。まあ、そういう形で出す、カードを出す、カードを移動させる、カードを戻す。この三つのやり方でいきます。で、まあそういう形でどんどんやっていくんですけど、いずれかのボス鳩に辺で接している縦横方向の4マスが、すべて埋まった場合、直ちにそのボス鳩のプレイヤーは敗北となります。自分の鳩で埋めてしまっても敗北となります。4×4 の広さの場の端は壁とみなします。なるほど。例えば今これ4で1、2、3、4ありますよね。まあ、例えばですけど、これがまあ仮にこっちだったとする。ね、この状態で、まあ、こういう状態だったとしますよね。はい。で、次に、うん。まあ、変な話。こうなってしまった場合、このボス鳩負けになります。4、ここ壁なんで、こうですね。例えばこうなってた状態。うん。で、この状態だと、ここが壁なんで、もうこっち置けません。4つあるんで。自分で囲んじゃってて、元々の、ありますから、うん、そういうバトルですね。これ、どうでしょう。チェスとか、将棋に近い遊びになりますね。うん、これはなかなかちょっとこれも頭いりそうですね。で、鳩、それぞれ動きがあります。ボス鳩、こいつですね、ボス鳩。これは縦横斜め、8方向のいずれかの方向に一マス移動できます。はい、もうこれはどこにでも移動できる。チェスでいうキングと一緒ですね。次、兄貴鳩。兄貴鳩はこれかな？これが兄貴鳩。これも縦横斜め8方向のいずれかの方向に一マス移動できます。うん、これもどの方向にも移動可能です。で、刃鳩。これは縦横4方向だけですね。豆鉄砲鳩。はい、こちらは、斜め4方向、角だけですね。で、凸鳩、これか。縦横4方向の、いずれかの方向に好きな数だけ移動できます。他はね、だいたい1マスなんですけど、これは、縦に行くんなら何マス、まあ、4マスの間だけ移動できます。はい。で、これが、弾け鳩というやつですね。縦横4方向の、いずれかの方向に2マス進み、その後に縦横のいずれかに一マス曲がります。はい。ということで、トータル3マス移動できるみたいです。1、2と言った後にこっちに移動できる。これなんかね、必ず3マスぴったり移動する必要があります。ということです。絶対に3マスは移動しないといけない。1マス目と2マス目のに他の鳩がいても、
飛び越えて3マス目が空いてれば移動可能ということですね。うん。ということなんで、まあ仮にこうあったとした場合かな。1,2,3 でここに移動ができるんですね。こういう感じで。ここからね。一マス、二マス、一マス。そういう、まあ、移動の仕方をできる。はい。まあ、という感じで、もうこれもね、結構戦略性のある、まあ、チェスとかに似てるのかな、どっちかっていうと。はい。そういうゲームができます。でもこれも、盤がいらないんで、このタイルだけですから、まあ、正直ね、これだけ持ってれば、遊べるので、どっかにちょっと旅行に行くときの、電車の中とか、あとは旅館でとか、ちょっとした遊びには、もってこいな感じかもしれませんね。これもこのケース、箱に収納してしまえば。はい、説明書も一緒に入れて、収納もできます。まあ、このね、ほんと単純な感じですけど、面白そうな、はい、ゲームがありましたので、紹介しました。まあ、この QR コードからね、詳しい遊び方も確認できるみたいですので、気になる方は、こちらの方、ダイソーおもちゃコーナーの方にありましたんで、気になる方はダイソーさんの方で、探して遊んでみてください。はい、こちらがボードゲームになりまして、ジャンコードこちらですね。はい、こちらも発売はもうダイソー出版。ね、ダイソー出版の方から発売されてます。ボードゲームになりますので、気になる方はこちらのボードゲーム試して遊んでみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。